平成18年台風第10号は2006年8月13日に発生し日本に上陸した台風。新路図8月13日に小笠原諸島の南西海上で発生した10号は発達しながらゆっくりと北西進を続け、発生からわずか4日後には九州の東海上に到達し、18日1時に宮崎県宮崎市付近に上陸した。 九州上陸後、台風の速度はさらに遅くなり、同日昼前には熊本県熊本市に達したが、台風は熊本市山賀市付近で停滞した。さらに、上陸後半日以上経過しているにもかかわらず、勢力を維持し続けたため、九州地方では長時間にわたり暴風雨が続くこととなった。台風がようやく動き出したのは18時頃で、 ゆっくりとした速度で北上し、福岡県久留米市、福津市を通過した。台風は上陸から28時間後の19日未明に、宗方市沖の日本海に抜けた。20日12時、台風10号は朝鮮半島沖の日本海で熱帯低気圧に変わった。風速25メートル以上の暴風域はなかったが、進行速度が遅かったために、九州から四国にかけて、 長時間の大雨となった。また、日本海側の前線の影響で、北海道や東北地方北部でも大雨となった。ありがとうございます。